おはようございます。コジーさん、お花とだるまとハートありがとうございます。デイビッドさん、花束ありがとうございます。おはーみだって、おはーみ、おはようございます。あみたん、おはーって来てる。おはようございます。はいおはようございます。なんかね、皆さん朝ごはん食べましたか？ふん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 。なみはさっき食べたんですけど、最近あみね、何ですか、チョコチップのなんかスティックパンにハマってるんですけど、それのね、美味しい食べ方を見つけちゃったんですよ。そう、言ったことあるかもわかんないんですけど、最近まだハマってて、なんかそのパンを焼くんですよ。そう、そしたらなんかね、チョコが溶けるんですね、ちょっと。そう、めっちゃ美味しいんですよ。でもね、手とか口とかベタベタになるので気をつけてください。けど美味しいので皆さんもやってみてくださいっていう、はい、最近ハマってる朝ごはんでした。コスモライトさん、花束ありがとうございます。まふみさん、タコさん、ありがとうございます。マキシマムザユウくん、かわいい、ありがとうございます。てっちゃん、だるま、ありがとうございます。ひろゆきさん、だるま、ありがとうございます。コスモライトさん、だるま、ありがとうございます。熱メガネさん、ペンライト、ありがとうございます。あ、ケイトさん、ケイトちゃん、あら、ありがとうございます。はい、ひろゆきさん、ハートありがとうございます。ナチュラルさん、アニョさん、ハートありがとうございます。ハスキーさん、ペンライト、ありがとうございます。マイポンさん、ハートありがとうございます。日高浩二さん、お花ありがとうございます。待ってたよ、ありがとうございます。はい、今日はね、6時45から世代交代前夜公演がありますイエーイ、うん、はい、アミはね、この間の14日かの昼夜に出たんですけど、今日はね、昼夜じゃないんですけど、はい、19日頑張ってきます。次の21日はね、よしみの生誕祭なんですけど、あみは出れないので、はい、今日楽しんできます。うん、西山の朝配信見たけど、ガチの寝起きで笑った。え、あみもね、ちょっとだけね、開いた時見ましたよ。めっちゃ可愛かった。マスクつけてた。この間ヒルオル行って、ありがとうね、ありがとうございました。りょうじさん、バラありがとうございます。てっちゃん、ハートが見てないぞ、ありがとうございます。今日で合計30回目って、すごっ。アミがかな、アミがですよね、多分。ありがとうございます。アミがですよね、多分。今日でテスト終わりだね。そうなんですよ、今日がテストね、最終日なんですよ。頑張ってきます。そう、頑張ります。てっちゃん、ハートありがとうございます。よしみの生誕祭も当選したので、ね、生誕祭解禁は継続。あー、すごい、さすがですね、さすが。富田のテスト期間中だからカジパやってないかなと思いながらやってたら、ジオンちゃんに会えたで、すごい。そう、しばらくちょっとできなかったんですけど、まあ妥協か、今日っては、今日でも、でも今日は公演やから無理なので、明日からやりたいと思います。お願いします。またまゆさん、ハートありがとうございますおはようございます。
ナチュラルさん、だるまありがとうございます。テスト頑張ってみてありがとうございます。アミね、地理と理科が嫌いって言ってたんですけどね、ちょっとね、めっちゃやばいんですよ。ね、ちゃんと暗記を頑張ったんですね。そしたらもうスラスラ書けちゃいました。だからもう次のテストもちゃんとね勉強してからテスト頑張ろうと思いました。はい、そう、なんかね、なんか間違えた問題はあったんですけど、わかんない問題が 2,3 問とかしかなくって、まあアミにしたらめっちゃいい方なんですよ。それでよかったです。理科は 2,3 問わかんなかったけど、地理はね、何問かな、5問ぐらいやばいですよね。けどこの前のテストよりは絶対上がってるので。鉄メガネさん、お花ありがとうございます。やっちょさん、バラありがとうございます。ケイトさん、ハートありがとうございます。のび太の合計が出ててありがとうございます。エサイシーさん、小判ありがとうございます。のび太のおはようテストも声もファイトありがとうございます。頑張ります。おはみたんテストは無事できたかな。できました。今日で最後なのでね、頑張ってきます。リサちゃん、ハートが3つのやつありがとうございます。ベリマヤさん、お花とハートありがとうございます。そう、今回はなんか得意な教科を伸ばすというよりは苦手な教科を頑張りました。でね、ちゃんとなんかね、もういつも漢字はどうせ範囲広いし何出るかわからんから、まああまり勉強してなかったんですね。けど今回漢字をちょっとやってったんですよ。そしたらよかったです。漢字もね、もうびっくりするぐらい全部解けちゃってやばいです。ちょっと楽しみです。でもこんなに期待値を上げてテストの点数、自分は書けたと思ってたけど間違えてる問題がねあって、点数前と変わらんかったら嫌なので、まあこれ以上は言わないでおきます。振りとか覚えるから記憶力が上がってるのかもね。そうですよね、きっと。ゴルさん、ペンライトありがとうございます。ナオトさん、ハートありがとうございます。プレストンさん、だるまありがとうございます。ナチュラルさん、ハートが3つのやつありがとうございます。ゴルさん、音符ありがとうございます。ピロピロさん、お花ありがとうございます。リカちゃん、お花ありがとうございます。今日の講演テスト終わった後でいっぱい楽しめるんでね、ほんまにテストのことはね、もう何も考えずに頑張ります。まふみさん、お花ありがとうございます、ね、自信たっぷりすぎますよね、これはさすがに。ちょっとハードル上げて点数悪かったらやばいね、ほんまにやばいですよ。だからちょっと点数が良かったらちょっともしかしたらはい、ちょっとメールで送るかもしれないんですけど、はい、願っておきますね。でも全部が悪い点数ってことはないはずなので大丈夫です。めっちゃ自信あるって思ったよ、答案返ってきて低いと勉強する気なくなるの、ほんまにやばいですよね、そういう時やばいですよ。可愛くてツイッターフォローしましょうって、嬉しい、ありがとうございます。リンさん、よかったらね、アミタンクラブ、はい、入ってください。アミタンクラブ、点数よかったらご褒美あるかなって、どうやろ、わかんないですね、それはわからへんけど、いや、ないんじゃない、でもわからへん、なんかいつもね
なんかその点数良くないんですよ、み。で、そう、なんかね、得意な教科はめっちゃ点数いいのに、その苦手な2教科のせいで下がるんですよ。だからね、その今回は苦手な2教科を頑張ったので、わかんない、もしかしたらご褒美があるかもしれないですね。今週末ディズニーシー行くから、アミタも連れてくねって。やった、アミもね一緒に行ってる気分にさせてください。ほんまに。けどね、アミもいつやっけな、夏休みぐらい、いつやっけ、結構ね最近アミもディズニー行ってきたんですよ、夏、今年の夏楽しかったですよ。そう、なんかね、 いつもはもうあのディズニー行ったらあれも乗りたいこれも乗りたいってあるから、めっちゃいろいろね時間配分を考えて歩き回ってるんですけど、その日はもうあのゆっくりでいいやってなってね、なんかに空いてる場所とかをねどんどん行ってたんですね。そしたら今まであんまり乗ったことがない乗り物とかも乗れたのでよかったです。逆にね、なんかあ、こんな乗り物あったんやなとか思いました。いつも何点ぐらいが目標なんで、なんやろ、なんかね、でも大体闇は平均点は取りたいと思ってます。平均点取れたらいいかなと思ってます。でもね、もう数学は未得意なんで、数学だけは本当にね、いつも仲のいいね子たちよりも子たちで競争するんですよ、誰が一番点数高く取れるかなみたいな教科ごとなんですけど、それで数学だけは絶対一番取ってやろうと思ってやってますけど、今回は分かんないですね。今回はでもほんまにその苦手な2教科を頑張ったから多分大丈夫。ナチュラルさんハートありがとうございます。ゴルさんハートありがとうございます。何のとなって、あみね、カリブのなんとかみたいなあるじゃないですか、あみああいうのあんま乗ったことがなくって乗りました。あとはね、ベイマックスの新しいやつとかも乗れました。いつもはもうなんかね、タワーオブテラー乗ったりもうするのに結構ね急いでしてたんですね。急いでそう、ベルに美女と野獣に乗ったりしたくて、けど乗ったんですけど、もうずっと並んでもいいやっていう覚悟で乗ってたんで、なんか結構でも逆にねいろんなもん乗れました。今回は渚大根の AV ロケ地行ってからディズニーシーに行くっていいな、すごいですね。いいな。平均80点以上ならお話し会の券倍増しようかなって。わぁ、じゃあどれかだけでも80点以上取るように頑張ります。願っておきます。もうはい。そう、あとね、ディズニーねあれ乗りましたよ、あそこにヘビーのやつ、こうやって西島ちゃんの持ちネタなんて言うんですか、ゲイ、なんですか、なんやったっけ、でも私たちにはこのお守りがついてるので大丈夫ですってやつ、なんやったっけ忘れた。ちょっと怖いコースターとか乗れるので、あみね、ジェットコースターめっちゃ得意で、そうだからね、タワーオブテラーとかもね、ああいうなんかちょっと落ちる系とか面白いから好きやけど、なんか最後ね、ちょっとまあ最後にその魔術のやつが出てきて、鏡が出てきてさ、自分にバイバイしろみたいな、ほんで自分に鏡に向かってバイバイするんですけど、あれはちょっと怖いですね。ルームスに可愛い夢の国の写真載ってるので、ぜひ入会をお願いします。アミタンランドに遊びに来てください。
はい、あ、15分経ったって、早い。78日おめでとう、ありがとうございます。皆さんいつも待って、どこまで読んだっけ。ギフトピロピロさん、お花ありがとうございます。リカちゃん、お花とハートありがとうございます。まふみさん、お花ありがとうございます。てっちゃん、ハートが3つのやつありがとうございます。ゴルさん、ナチュラルさん、ハートありがとうございます。123ハートありがとうございます。オウミさん、お花ありがとうございます。はい、ではそろそろ、あ、ストマサさん、ペンライトありがとうございます。終わりたいと思います。はい、今日の1位はコスモライトさんということで、何書きますか、何書きますか。じゃあそれを聞いてる間に、アンナちゃん、お花ありがとうございます。はい、聞いてる間にね、誕生日を読みたいと思います。13位まふみさん、ありがとうございます。12位ピロピロさん、ありがとうございます。11位りょうじさん、ありがとうございます。10位てっちゃん、ありがとうございます。9位デイビッドさん、ありがとうございます。8位ベリマヨさん、ありがとうございます。7位ゴルさん、ありがとうございます。6位コジさん、ありがとうございます。5位マキシマムザユウくん、ありがとうございます。4位日高浩二さん、ありがとうございます。3位鉄メガネさん、ありがとうございます。2位ひろゆきさん、ありがとうございます。1位はどこ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 、コスモライトさんでした。ありがとうございました、ありがとうございました。ではね、あ、待って、コスモライトさん来てるかな。にゃんにゃんって OK、 にゃんにゃんですね。にゃんにゃん書きます。マミはにゃんにゃんなのは、マミのイメージ的にはね、お魚が好きそうなので魚を描きたいと思います。あ、やばい、ちょっとちょっとやばい、ちょっとちょっとね、お魚さん、ちょっとしゃくれちゃった。じゃん、だったら猫が食べたいなってなってます。はい、にゃーにゃん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 、オッケー。はい、それではね、終わりたいと思います。待って、順位変わってる、もしかしたけど、もしかしてだけど、あ、変わってる、変わってないわ、変わってる、あれ変わってる、いや変わってない、多分大丈夫ですね。それでは終わりたいと思います。今日の12時、今日のお昼の12時から第9次受付が始まります。はい、皆さんお忘れなく、アミに会いに来てください。はい、じゃあアミはね、テストを頑張ってくるので、皆さんもお仕事頑張ってください。じゃあ、アミにね、ぜひ会いに来てください。待ってます。バイバイ、ありがとうございました。あ、待って、ここのハートがまだ白い方はぜひ押してね、ピンクにしておいてください。はい、よろしくお願いします。それではテスト最終日頑張ってきます。じゃあ、ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。